もし今年の大晦日に YouTuber で有名な朝倉未来選手と試合することになったら、どういう戦術で勝利しますか？まあ、多分普通にやったら絶対勝てないので、100人空手にしますね。緑選手だったかな？横山じゃないよ。昔その100人組手っていうので、フィリオさんっていうブラジル人の人と日本人の確か緑選手っていう人が100人組手っていうのをやったんですよ。要は100人とやって、で、フィリオさん全員に勝ったんですよね。で、確かね、緑選手は何人か負けたんですよ。で、100人目、要は相手も本気じゃないですか。なので、もう体力持たないんですよ。で、フィリオさん、フランシスコ・フィリオさん、めちゃくちゃ強いんで、大体数秒で一人倒すんですよ。なので、めちゃくちゃ強い人だと会った瞬間、ボーンで3秒とかで試合が終わるので、100試合やっても300秒で終わるんですけど、まあ、体格もめちゃくちゃいいので、で、確か緑選手はそんなに体格良くなかったので、やっぱり一人当たり30秒とか1分かかるんですよ。で、1分かかると100人相手だと100分じゃないですか。もう体力持たないんですよ。っていうのがあるので、100人組手にしましょうって言って、朝倉未来さんにいろんな人ぶつけると、で、多分これ、もしそういうのが発生するとしたらテレビ番組だと思うので、100人組手朝倉未来っていう方が視聴率増えるじゃないですか。で、プロデューサーを仕込んで、プロデューサーにこの企画でいきましょうっていうと、多分未来さん断れないんですよ。もうブッキングの契約の時点で、大晦日試合に出ますっていう契約書になってて、どういう試合かまでの詳細は書いてないので、で、逃げたって言われるのも嫌なので、多分100人組手を受けざるを得ないと。なので、99人と戦ってボロボロな状態で僕最後やります。それでも負けるかもしれないけどね。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。